勝利ジョッキーインタビューを行わせていただきます。ヤマニアンプリで優勝に導きました岩田康成氏です。おめでとうございます。見事優勝を達成となったヤマニアンプリですけれども、今日レース前というのはどんな様子だなというふうに私は捉えていらっしゃいましたか。自信を持って臨まれたという感じでもありましたか。本当に調子が良かったんで、ゲートが通ってくれました。プラン通り、最後も力強かったですね。そうですね、本当に調子が、まだ遅れてくれた。そして、管理いたします長谷川宏大長教師に初めての重賞プレゼントというレースにもなりました。この点に対してはいかがでしょうか。この後というのもやはりアプリで我々期待してよろしいですね。まだまだ良くなると思いますね。本当に選手の方が一生懸命頑張ってる姿だと思います。たくさんのね、ファンの皆様がお集まりでございますので、岩田氏から最後メッセージという形で一言いただけますでしょうか。見事優勝岩田康成氏にインタビューをさせていただきました。ありがとうございました。それではただいまより農林水産大臣賞典日刊スポーツ賞第23回北海道スプリントカップの表彰式を行います。優勝馬はもちろんヤマニンアンプリメ号です。はじめに農林水産大臣賞として馬主様に優勝メダルが贈られます。プレゼンターは農林水産省生産局畜産部競馬監督課地方班調整係長の犬飼聡様です。犬飼様お願いいたします。馬主の土井はじめ様に優勝メダルが贈られました。おめでとうございました。犬飼様ありがとうございました。続きまして株式会社日刊スポーツ新聞社賞として馬主様に優勝トロフィーと記念品が、そして調教師騎手厩務員に記念品が贈られます。プレゼンターは北海道日刊スポーツ新聞社役員待遇営業局長佐藤重和様です。佐藤様お願いいたします。はじめに優勝トロフィーが馬主の土井はじめ様に贈られます。おめでとうございます。続きまして記念品が贈られます。馬主の土井はじめ様です。調教師の長谷川宏大様です。騎手の岩田康成様です。厩務員の田中翔様です。お
おめでとうございます。加藤様、ありがとうございました。続きまして、日本中央競馬会理事長賞として馬主様に金杯が贈られます。プレゼンターは日本中央競馬会札幌競馬場長植木明様です。植木様、お願いいたします。馬主の土井はじめ様に贈られます。おめでとうございます。植木様、ありがとうございました。続きまして、日本馬主協会連合会長奨励賞として馬主様に記念品が贈られます。プレゼンターは日本馬主協会連合会に代わりまして北海道競馬開催執務委員長田中健一でございます。委員長、お願いいたします。馬主の土井はじめ様に贈られます。おめでとうございます。委員長、ありがとうございました。続きまして、一般社団法人日本地方競馬馬主振興協会会長賞として馬主様に記念品が贈られます。プレゼンターは一般社団法人日本地方競馬馬主振興協会副会長の中村義孝様です。中村様、お願いいたします。馬主の土井はじめ様に贈られます。おめでとうございます。中村様、ありがとうございました。続きまして、地方競馬全国協会理事長賞として馬主様に優勝トロフィーが贈られます。プレゼンターは日本競馬全国協会理事の生野仁志様です。生野様、お願いいたします。馬主の土井はじめ様に贈られます。おめでとうございます。生野様、ありがとうございました。続きまして、北海道議会議長賞として馬主様に優勝カップが贈られます。プレゼンターは北海道議会に代わりまして TVH アナウンサー湯浅千里様です。湯浅様、お願いいたします。馬主の土井はじめ様に贈られます。おめでとうございます。湯浅様、ありがとうございました。続きまして、北海道知事賞として馬主、調教師、騎手、厩務員、生産者に記念品が贈られます。委員長、お願いいたします。はじめに馬主の土井はじめ様です。おめでとうございます。続いて、調教師の長谷川光大様です。続きまして、騎手の岩田康成様です。続きまして、厩務員の田中翔さんです。そして生産者の広田光介様です。おめでとうございます。委員長、ありがとうございました。以上をもちまして、農林水産大臣賞典日刊スポーツ賞第23回北海道スプリントカップの表彰式を終了いたします。皆様、ありがとうございました。